7つの大罪カウントダウン企画。はい、ということで来る2018年1月6日から放送される今作、私高木も7つの大罪を懺悔し、清い心と体で初回放送を迎えたいってことで、昨日から始まり7日連続で私高木己の罪を懺悔し、禊を受けていきたいと思います。強欲の罪ですか。先日滞在画の収録が終わってみんなでご飯に行った時なんですけど、6人でご飯屋さんに行ったんですよ。でお店に入って出てきた卵焼きがちょうど7切れに切れてあって、僕すごくお腹空いてたんで、まあまず一切れ食べて、周りを見てあれ誰も食べ始めないなっていうんで、もう一切れささって食べちゃって、意地汚くてすいませんでした。マジ募金ですか。え、これマジで僕のサイズじゃないですか。It's my wallet. It's my wallet. 卵焼き多く食べちゃってすいませんでした。いやー、でもね、こうやって人のためになるなら安いもんですよ。すいません、本当。かわいいね。